トイステージラジオお聞きの皆さん、こんにちは。トイステージです。イエイエイ。かよこちゃん、はいはい。なんか最近関西に帰ってたらしいじゃないですか。そうなんですよ。ちょっとまやさん、これ見てください。ダーンなんなんこれ。どうこれ通天閣の舞姫でございます。すごい、なんか通天閣の歌姫とかちょっとありそうやけど。あ、そうですね、初めて見たわ。通天閣の舞姫、そんなさそうでしょ。いないと思う。だから私目指してんねん。目指してんの。そうそうそう。嘘。いやでもほんまに私これをやってほしくて、うん、わざわざ朝早くに通天閣を写真撮りに行ったんですよ、帰った時に。おそうそう。これはちゃんとさ、頭に乗るように、うん、通天閣の前に立って撮ってるわけですか。あ、うん、ただね、通天閣だけを撮りに行ったんですけど。そうそう。でもこのすっごいドヤ顔見て、皆さん、なんかバッチリ当てはまってる。これ多分なんかお料理の会に撮ったやつですよね、きっとね。あ、ですよね。でもなんかそれ用に撮ったみたいな感じでバッチリハマっていただいて。ハマってる、ね、めっちゃ気に入ってる。いやでもこれ結構撮るの大変だったんですよ。これだけでも、うんうん、結構電線とか看板とか近くにいっぱいあるので、うんうん、これだけうまいこと撮れるのはここかなみたいな感じで。あ、なるほどね。そうそうそう。まあまあこれを撮るのがメインじゃなかったんですけどね、帰るのは。あ、どう、あの、何に帰ったんですか。あのね、短大時代の同級生の結婚式がありまして、うん、お、おめでとうございます。もうね、イエイエイなんですけど、もうグループがね 5,6 人いるんですけど、短大の仲いい友達がね、はいはい、私最後残っちゃったわ、とうとう。いや、なんか急に声が暗くなったと思ったらそういうこと。そうだったんです。だからね、うんうん、あの余興をやらせていただいたんですけど。あ、結婚式の。そうそうそうなんです。でね、最初の頃は、うん、ダンスの仲間で 4,5 人でこうやってたのが、うん、まあ一人結婚し子供産みとかで、うん、もう残ったんが私だけになったんで、はいはい、私も最近はね一人で余興をさせていただくことになってまして。え、マジで。そうなんですよ。じゃあなんかその時だけ復帰みたいにはならなくて、やっぱりやっぱり集まれないし、やっぱ子供がいるし、ね、ちっちゃいとね、練習とかも大変やし。そうそう、そうなんですよ。かよこちゃん一人で。もうね、私ね慣れてきちゃって余興、あ、もう任してみたいな感じで。そう、そう、ソロでどんなことすんの。うん、最初踊って、うん、その後皆さんでお祝いしましょうみたいな感じで、うん、簡単な手振りみたいなのを教えて、うん、お客様たちみんなに、そうそうそう、うん、でみんなで踊っていただいて、でもう一回、うんうんうん、締めて私踊っちゃうみたいな。いやでもそうやってね、なんか新郎新婦さんとかお父さんお母さんとかお友達とか、そうそう、みんな集まってる中でそうやってね、うん、自分がずっとやってきたことでお祝いができるっていうのは、うん、そうですね、すごくね幸せなことじゃないですか。そうですね、逆にありがたいなと思って、うん、そんな場を提供させていただいて、うん、そうだね。今回もあのみんな楽しんでもらえて、うん、とっても良かったなと思って、あとは友達にもね、うん、ありがとうって本当言ってもらえたんで、うん、もうダンスやってて良かったなとか言って、うんうんうん、改めて本当思いました。良かった良かった。はい、あとはさ、 Facebook とかでなんかこう、うん、家族団らんみたいなすごい素敵なお食事のシーンとかがね出てたけど。そうなんですよ。時間がね4人揃ったんで、うん、お家の近くでねご飯食べに行って、うん、なんかコメントがね、うん、お母さん綺麗ね、お母さん綺麗で、いや、お母さんめっちゃ綺麗と思った私。なんか私が挙げてるのにお母さんのことばっかりやなとか思いながら、なんかかよこちゃんはもうすんごいにこやかにダブルピースみたいになってたけど、そうそうそう、お母さんなんかしっとり、そうそう、すましてたでしょ、うん、なんかそのギャップがちょっと面白かった。あ、そうですか。お母さんいつもあれが決め顔なんですよ。あ、そうなんや。めっちゃお美しい。あ、本当ですか。伝えときますわ、はい、ぜひぜひこのラジオも聞いてください。はい、まゆです。でも知ってますよ、お母さん、まゆさんのことも。あ、本当ですか。いつもお世話になってるんやねって言ってましたよ。いや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 、こちらこそお世話になっております。そんなこんなで今日も楽しくお届けしていきたいと思います。はい、今日のトイステージラジオ、お相手はトイステージのまゆとトイステージのかやこです。それではトイステージラジオスタートです。トイステージラジオ、お花をあげましょう、桃の花。ティラリラリラ。何
前さん、増えた以降入りすぎやでなんかだんだん気持ちよくなっちゃった。まあ私も相槌してもうたけどいやいや、なんでねこの歌を歌ったかって言いますと、はいはい、先週のねトイラジの収録の時に、うん、あのひなあられが関西と関東でちょっとずつ違うっていう話をしたんですよ、うん、はいはい。でその時にかよこちゃんが、うん、じゃあ来週まゆさんのお誕生日だから、はいはい、プレゼントの代わりに、はい、関西のひなあられを買って帰りますねって、はいはい、お約束してくれたじゃないですか、うんうんうん、しましたしました。それをね私もうめっちゃ楽しみにしてて、うん、あ、はい、でどうせならかよこちゃんが関西のを買ってきてくれるなら、じゃあ私は関東のを買って、はい、2つを食べ比べなんかしちゃったら楽しいんじゃないのみたいな、こう、そうですね、勝手にね企画を考えちゃいまして、 ありがとうございます。で今日は、うん、じゃじゃーん、おー、関東風のひなあられやったー、買ってきました。食べよう食べよう、食べる食べる、うん、おいしい、甘い、うん、甘いですね。でねこれね、うん、なんか見た感じも、はい、全部なんか楕円形になってて、はい、本当になんかポン菓子みたいにこうふわふわシャワシャワ、うん、っていう感覚。そうですね。でちょっと甘くて、そうですね。でなんとね中に甘納豆も入っていて、わお、なんか関西のやっぱり違う気がする。違うわ、全然違うわ。これ私初めて食べる、めっちゃ、うん、食べながら食べてるけど、食べる食べる。で実はね今回はすっごいね可愛いひな祭りのイラストが書いてある綿菓子も買ってきちゃいました。やったやったやった、食べよう食べよう、食べる食べる。どうぞどうぞ、開けて開けて、いただきます。なんか関東の人は綿菓子もよく食べるんかな、どうなんやろか、口の中でふわふわってとろけます ね一瞬にしてなくなりますね。なくなる。でなくなった後にちょろっとだけなんかこう、あ、ザラメやってんな元はっていうようなこう、ザリザリってした甘さが残って、そうですね、それがまた美味しい、うん、っていうかめっちゃ久しぶりに食べました。美味しいよ ね、うん、美味しい、さあこれでね関東のは満喫しましたよ、はい、というわけでも私めっちゃ楽しみにしてた関西風のね、はいはい、ひなあられ食べてみたいと思います、うん、なんか誕生日プレゼント自分から催促するみたいです、すいませんでもめっちゃ楽しみにしてたんです。かよこちゃんお願いします。はい、忘れましたどういうこと、忘れちゃいましたおい、じゃあ、いや違うね、本当はね覚えてて、うん、もうお店も決めてたんですよ。決めてたけど、うん、でも覚えてたけど、覚えてたけど、うん、すごく人気なんで、うん、売り切れちゃってたんですよ。みたらし小餅買ってきたから、その代わり、おー、うん、知ってます、知ってる、めっちゃ好き、ね、中にあんが入ってるやつね。そうそうそう、ちょっとチンして食べると中からとろってそのあんっていうかねタレが出てくるんですよ、醤油味の関西風味の。チンするんですか。チンするんです私はね。あ、そうなんや、やってみよう。それ買ってきたんで、わー、わー、じゃあ後でちょっとチンして一緒に食べようか。食べましょう食べましょう、ありがとうありがとう。さあというわけで、はい、今日のトークテーマいってみよう。はい、今日のトークテーマは実写版キャラクター制作会議、イエーイ。はい、というわけで今までもねこのトイステージラジオでいっぱいキャラクター制作会議っていうのをやってきたんですが、はい、今回は実写版ということで、ほうほう、身の回りにあるなんかこう目についたものね、これキャラクターになるんちゃうかなって思ったやつの写真を撮って、はいはい、もうねその撮った写真にもう手つけたり足つけたり、うん、羽つけたり目つけたり何つけてもいいから、おお、はいはい、いろんなものをつけて、うん、新たなキャラクターにしてしまおうという、よっしゃー、はい、企画でございますよ。はい、で、ね、今回ねお互いいろんなものちょっと考えてこようかっていうのが ね宿題だったので、はいはいはい、お互い発表していきたいと思います。はい、まず最初前半は、うん、私ほうほう、まゆが発表していきたいと思います。はい、まず最初はこれ、ジェデン、ほうほうほう、これ元はパソコンでございます。パソコンか、どんな感じに見える、なんかお目目が丸々してるけどなんかでもちょっとラジコを思い起こすんですよ。あ、確かにね、うん、じゃあ親戚にしようかな、すんのここでなんかラジオとパソコンやし親戚かな。あ、そうやね、よくわからないそうやね、言ってもうたけどパソコンってこうさいろんなものを調べたりとかするときに使うやんか、うんうん、そうですね、まあ、メールとかもそうやけど、うん、だからめっちゃくちゃ物知りなんじゃないかなと思って。あ、なんかでもこの渦巻きの目ってすごいなんか勉強できそうな感じ、そうでしょ、頭良さそうな感じですよね。で、もうめっちゃ勉強しててめっちゃ物知りで、はい、うんうん、もうでちょっとあのちょっと切れてるかもしれないけど、はい、手は腰なんですよ、僕に任しときなっていう、あ、いいね、キ
ャラなんですよ。そうで、あだ名が、はい、博士。博士、うん、趣味特技はバイオリン、はい、なんでなんでそこなんでちゃ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 博士太郎さんすいませんはい、最初のキャラクターは、はい、博士くんでした。はい、さあそして次はこちら、じゃじゃん、彼の名前はセレでございます、はい、セレ、なんでなんで、これねちょっとね下に帽子があってお花が出てるのは彼はねマジシャンのイメージなんですよねなるほどなるほどちょっと今ちょっと分かってもうたけど、あマジでマジでちょっとそれ早い早い、失礼失礼、もうなんか多分ラジオ聞いてる皆さんもねみんなプププってなってると思うよあそっから来たわけねみたいな、決め台詞はサプライズもう分かりやすいわーないさーそう、でもリモコンって私ね、うん、すごいと思うのよ、うん、すごいよ、だって手を使わずにチャンネル変わんねんで、はい、まあねまあね、すごいでしょ、うん、それを彼がやってると思ったら、うん、すごくない、なんかこうハンドパワーですじゃないけどまあね、多分こんな感じでこう、うん、彼はいつもこう手をねあーあーってこうパワーを送ってるわけですよ。なるほど、あで、あれか湯気みたいなやつか、湯気湯気ちゃうか、頭から湯気出てんだよ、最初湯気からちょっとなんかパンク気味じゃないそっかそっか、大丈夫大丈夫いや一瞬最初見た時そう思っちゃった違う、あの超能力です、超能力の方はね、チャンネルよ変われ、変われで、念じてるあのお目目と念じてる手、はい、あーかなりビーム送られてますわ、そうでしょ、はい、マジシャンのセルでした、はい、はいはい、そして次はこちら、じゃじゃん、おー見てこの時計ね、あの、うんうん、私の部屋にある時計なんですけど、ちょっと可愛くない？うん、可愛い、珍しいですね、でしょでしょそれ見せたかったんちゃう、そう、違う、そういうこと以上って、違う違うまあね、ちょっと見せたかったのは9割9分ぐらいある、めっちゃあるやんほぼそうやんそう、新しくてこれまた買ったのが最近で、めっちゃ見せたかったんけど、あだそうですよ皆さんゆっくり見てあげてください、はい、でもでもね、ちょっと、はい、マダムっぽくない、まあモダム少女か女性かっていうと、はいはい、すごく女性っぽいでしょ、そうですね、紳士淑女、淑女な感じ、レディーです、レディー発音だけかいそのイメージで、うん、これね持ってるのはティーポットとティーカップ、で、あのね、うん、この人はお世話をいっぱい焼いてくれるんですよ、メイドさん、あのメイドさんじゃないか、マダム、あマダムね、あー、oh, sorry sorry じゃあほんで、うん、だから朝は、うん、絶対起こしてくれます、いいですね、マフィンとか焼いてる、あセレブ、セレブでしょ、朝からマフィンよ、おーね、ロイヤルミルクティーみたいな感じ、イエスイエスイエス、じゃあジャパニーズですから、ジャパニーズですけどね、うん、その香りで目覚められます、あーいいね、ただちょっと彼女は ね明日はちょっとゆっくり寝たいなっていう日であっても、うんはいはい、多分6時には必ず起こしてくれます、いい人ですね、いい人でしょ私もその時計買おうかなでしょでしょ、うんうん、で、それこそ3時になると、はいはい、またまたね、美味しいケーキと美味しい紅茶を入れてくれるんだな、なんでさっきまさそんな口調なのかわからないけどこれがとっても美味しくて、美味しいんだ、そういいないいでしょ、欲しくなってきた、ちょっとずついいね、いいね、うん、いいわ、趣味はね、オペラ鑑賞、あ、そうか、ぽいぽいぽいもうほんま、いわゆるマダムやね、そうでしょ、以上、マダムでしたマダムかい、はい、そして最後がこちら、はい、じゃん、おお、これ何ですか、これゴミ箱ですよ、あれね、押したら、踏んだら上がるやつ、踏んだらパカって上がるやつ、あーなるほどなるほど、ただ、うん、この子は踏まなくてもパクパクできますけどね、キャラクターはね、あ、キャラクターはね、キャラクターはね、で、はい、後ろの方にシュッっていうのが出てるのは、はいはい、めっちゃ足が速くて、ほうほうほう、ゴミのあるところに自分でフワーって行くから、あ、めっちゃ便利やんそれ、勝手に拾ってくれます、あ、めっちゃいいね、拾って食べてくれます、食べてくれる、超食いしん坊そんなやつありますよね、家の中掃除してくれるやつあるじゃないですか、ルンバ、あ、そうだルンバみたいに、うん、なんかそれをイメージした、じゃあほんでね、うん、これちょっと目線が上なのはゴミっぽいものを持ってたら、はい、はよそれ入れてはよはよそれゴミやろかよっていう目をしてるの、これかわいい、で、なんかそうなんかな、うん、はいみたいなはい、ありがとうみたいな、めっちゃ面白い、それゴミ捨て楽しくなりますねそうでしょ、ね、まあ、ゴミはないかなって探すようになると思うよ、ね、じゃあ家が綺麗くなって、そうめっちゃ綺麗になります、うん、クリンちゃん、この子クリンちゃん、あー、クリーンで ね口癖は、はい、I'm hungry、 あの I'm hungry って書いてた時点でこれマレさんのこっちゃと思ってこれで黄色に塗ったら
私やなと思ったから、うん、黄色には乗らへんかった。せめてそこはでもちょっとかぶっちゃうよね。やっぱりマイさんやなと思ってそこを書くとこがそうね。というわけで、はい、クリンちゃんでした。以上、私マユの発表でした。後半はかやこちゃんの発表に続きます。お楽しみに。なんとか戦隊イエロー、なんとか戦隊オレンジ、 We are Toysdays。 面白すぎてすんません。嫌な感じで笑顔がつながるライブ、いつの間にかハッピリケーション、トイステージライブにおいでよ。この面白さにトリックはありません。 I'm hungry。いろいろ出してきましたが、はいはい、ここからはかよこちゃんの発表になります。いやそう、かよこちゃん画伯ですからね。はい、私ねちょっと腕上がってきてるかもしれない、うん、めっちゃ自信持ってるし頑張ったよ。どうしよう、ね、皆さんもねそんなちょっとずつ腕が上がってきている、はい、かよこ画伯の絵を楽しみに見てみてください。はい、それでは発表してもらいましょう。まず最初はこちら、じゃじゃん。はい、こちらお名前はテレゾウくんです。なんか見たまんまゾウさんですよね。ゾウさん、これはね、うん、なんでこれゾウさんになったかというと、はいはい、まずこのグレー、グレー、グレーのテレビやから色で、色でね、グレーイコールゾウさん、なるほど、ゾウさんって感じで、なんかこう耳をね、描いたら、うん、ほら超ゾウさんっぽいじゃんと思って、お花も長くつけたわけですよ。新しいでしょ、テレビの形関係ないははははははでもいいや、なんか可愛いや。ほんとさ、ちょっとこのお目目に注目してください。はい、皆さん注目。ウィンクしちゃってるでしょ。はい、これなんでウィンクしちゃってるかっていうと、ちょっとね、うん、テレゾウくんね、うん、照れてんねん。テレビにかけちゃった。あー、わかっちゃった。シャイな性格を表して、そうなの、っていうこと。いつ照れんの。いつ照れる。あの、常に照れてる恥ずかしがり屋のテレゾウくんでございます。あ、そうなんや。オッケーオッケー、はい、じゃあ次行ってみましょう。次はこちら。はい、こちらは鏡ゾウ。イエーイ。これ今閉じてある状態なんですけど、はいはい、これを開いて使ってるんですよね、はいはい、大きい鏡なんですけど、はい、でもこれを閉じてみると、うん、細長いから、うん、ゾウさんのお花じゃないと思ってこの見て、このインスピレーションのすごさでちょっとこうまずはこの鼻を描いてみたわけですよ、はいはい、だからあ、で耳をつけたら、あ、またゾウさんだわーと思ってお、いやでもさ、さっきのテレゾウくんやったわけでしょ、うんうん、鏡ゾウってもうちょっといいネーミングなかったわけ。なんかない。なんやろ、ミラーゾウ、姿見ゾウなかったらもういいわ出てきませんでした姿ゾウとか全然違うし、この子は趣味とか特技とかなんかあんの。やっぱこの子はエクササイズとか運動することが趣味なんです。彼はあの格好で走るわけですか、うん、走るのほう、すごいね。走んね、めっちゃ速いねめっちゃ速いから、あんなこうスリムやね。え、ゾウさんやけど。ゾウさんやけどめっちゃ速いねスリム寄りのゾウさんよりって、ね、あ、だから走った結果ってことですね。そうですよ。なるほどね、はい、オーケー、鏡ゾウくんでした。さあ、じゃあ次行ってみましょう。次はこちら。はい、こちらコロコロゾウでーすちょっと待って、またゾウかい。ネーミングもほんでだってコロコロやん、いつも使ってお世話になってるんですよこちらさんは、はいはい、お世話になってますか、ね、うん、そうね、この持つところがやっぱりゾウさんの鼻に見えちゃうんですね。コロコロでゾウね、もうなんか一個コロ取ったらいいのに。コロゾウ、うん、あ、その方がいいかな。そうね、コロゾウくんにしまーす浅い変わったねこれ、コロゾウくんででもね、うん、ちょっと皆さん見て、うん、コロゾウくんね、うんうん、まあゾウであることはよしとしよう、はいはい、ただ、うん、輪郭も何も使われてないっていうか、 あのコロコロの上にゾウさん描いただけじゃないですかこれは。あの骨骨骨この骨また怖いしこんな骨あるないかめっちゃ面白いわその発想がもうなんか私もゾウに見えてしゃあないね。面白い、ね、ゾウさんがすごく好きなんだ、うん、好きみたい。あ、そう、まあ、こんだけ出てきてな好きじゃないって言われてもちょっとねなんかね、私の頭なんかすごいゾウさんが出てくるんよねなんやろじゃあ次は違うのが出るんかな。さあ、それじゃあ次のも見てみましょう。次はこちら。はい、こちらはカギゾウでーすイエーイ
ーイイエーイってまた象かい。いやだって見てこの持つとこ、はいはい、これは誰がどう見ても象の鼻に見えへん、これ、うん、マジで見えへん、この発想力がびっくりする、ほんま。でもさ一番さ、うん、これが今までの中でも、うん、象さんっぽくない。まあね、でもね、うん、コロゾーくんは前回のラジオに出てきたグリーバス将軍にちょっと見えてたんですけどあまあまあいいよ、あの気になった方はあの、はい、ナベーズメントパークの回を見てください。じゃあみんな見てください。はい、ダン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 、その歌はいいよ、バイスターダンダンってなって出てくるから。あ、そうね、グリーバス将軍 で、ね、でも、うん、今回のこれ何くんやったっけ。これはカギゾウくん。ちょっとウルトラマンっぽくない。嘘ー、違う、どう見てもゾウさん、これ誰がどう見てもゾウさんじゃないですか。マジですか、皆さんそうですか。もう明日からみんなこういう鍵見たらゾウさんじゃないと思うよ。絶対思うはず。その思い込みはどっから来るんだろうね。だってこれゾウさんやろ。以上、シュワゾウくんでした。なんで。さあそれでは次々いっちゃいましょう。次はこちら、じゃじゃーん、時計ゾウでーす。いや、これはほんまごめんなさい。いやいや、なんとなくそう来ると思ったよ。思ったよ。いやこれね、あのまあ大阪帰ってあの実家の私の部屋に飾ってる時計なんですけども、おしゃれな香取線香、香取線香ちゃうわい。ちゃうわいちゃうわい、あ、ちゃうか。時間時間。これめっちゃ可愛いでしょ。めっちゃ可愛い。そう、なんか実家帰った時も、うん、キャラクター制作会議をするってなってたから、うん、探してみたら、はいはい、この時計、うん、ゾウさんの鼻って思ってしまったわけですよ。マジですか。だからこれは本当にそのままゾウさんを他描いちゃったって感じなんですけど。おー、すごいね。そう、でもこの絵のセンスとか私だいぶ上がったと思うんですけど、どうですか絵のセンス、うん、どの辺がなんかこのゾウの耳とかさ、耳他と一緒やと思うねんけど。いやなんか耳これだけ特別になんかちゃう。いやなんか耳もさ、ちょっと私めっちゃ上達してません、この丸みとかこのエッジがさ、エッジがめっちゃ埋まらってるよ。私エッジ変わってきた、変わってきた変わってきた。うわ、私めっちゃ器用かもしれへんと思ってきて。マジで面白い。私でもこれはなかなかね、いやでもこの象の鼻をくるくる巻いちゃうっていうこの発想は素晴らしいと思う。そうでしょ、はい、ね、でいいでこの子お名前は何でしたっけ。時計象、クロック象。もっとなかったんかい。まあいいや、じゃあ以上時計象でした。さあそれじゃあ次行ってみましょう。はい、次はこちら、ギター象でーす。もうなんとなく分かってました。あ、違うわ、ギター象くん、ギター象くん、いやもうあんま変われへんわ。変われへん。そうですか。結局象できたんかなみたいな。まあ象なんですけども。だってこれも引くところが象の鼻なるやん、うん、でもさ、なんか痛そうな顔してるのはなんでな。丸いとこあるじゃないですか、その下に、はいはい、なんかそれがほーっていうなんかムンクの叫びみたいな口やから、うん、あれ口、口じゃないけどな、うん、あ、なんか口にしちゃった。鼻の上に口きてんで。あ、まあ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 、そこら辺はまあさ、あんまり あんま突っ込んだらダメね。これでこれで、あんま突っ込んだらダメね、こういうのね。あと鼻にちょっとなんかさ、はい、鼻の部分じゃないな、あの付け根のところにあるやつが、はいはいはい、あの花粉症の人のあれみたい。あ、そうですね。だから青花粉だよっていう今の季節、ね、今の季節のね、今の季節のゾウさんみたいな感じで。え、彼は何、ギターが得意なんですか。ギターが得意、音楽が得意で教えてくれるんです。例えば桜の曲を弾きたいとなったら、うん、次はこの弦を押しなさいとか聞からしてくれるんです。ハイテクやな、えらいゾウさん。私これ実家にあるんですけど、このギターね、うんうん、ずっと眠ってるんで、うんうん、いつかこのギターが弾けるようになればいいなと思ってます。へー。はい、以上ギターゾウくんでした。さあそれじゃあ最後の1枚いってみましょう。はい、こちら、まゆさん、これ何だと思います。これはわかりますよ。ほうほうほう、豚でしょ。そうです、豚ゾウくんでーす。なんでやねん、そこゾウつくんかい。ゾウつきますね、やっぱりね。今ようやくゾウじゃないやつ来たやんって思ったけど、ははははははじゃないよ、つけました。ゾウ好きなんで。やっぱり好きなんや。っていうか、なぜこれにゾウをつけた。豚でしょ、だって。うん、だってこうゾウで来てるから、やっぱり豚はもう豚ゾウがいいかなと思って。よくわからないですけど。いやね、うん、豚に見えるやんとは言ったものの、うんうんうん、結構なんか鬼さんっぽくないですか。嘘、なんでこの耳とかめっちゃ豚っぽいやん。赤鬼さんっぽい。いや、ほんでね、実はね、皆さん聞いてください。最初ね、これお耳がなかったんですよ、うん、で、お耳ないねって言って、はいはい、いや、あ、そっか、お耳つけた方がいいですねって言って、お耳つけて、うん、なんかそれ鬼っぽいなって私が思った瞬間に、かよこちゃんが、うわ、
なんかこれ耳つけるだけでめっちゃ豚やとか言ってすっごい自分の絵に感動しててわこれはなんか鬼だなんて言えないなみたいなほんまに感動したんですけど私ちょっと待って絵のセンスあるんちゃうんって思いましたもんこれ鬼だなんて言っちゃまずいんだろうなって思いながらちょっと今バラしちゃいましたけど嘘そう思ってたまゆさん残念いやいやでも何々この豚蔵くんは、ねうん、じゃあ趣味特技性格とかあったら教えてくださいそうですねこの特技なんですけど、はいはい、こう手が出てるでしょ、はい、だからこう上に乗るじゃないですかバランスボールね、はいはいはい、でもこうやって手でね支えてくれるんですよ普通自分でこうやって手でバランスを取らないといけないのを、はいはい、支えてくれるんですよこの豚蔵くんの手でそうなんでもさ、うん、自分が一生懸命バランス取ろうとしてるのに、うん、それを持たれるということはバランス取れれないってことでしょ、うん、まあねだってなかなか難しいからどういうことやって難しいから結局あかんやあかんあかんやそれやったしかも見て見てこれね手で支えてくれんねんって言って手なんですけど、うんはいはい、豚蔵くんの手は人間なんですね指5本なんですねまあ私的には指は5本しかないんです指は5本なんやはいあとはかけませんじゃあかけるかけへんの問題なんや、はい、そうテニスイコールそう5本指でいいやいやそれに落ちるまあ一応分かりやすいかなと思って確かにね、うん、面白い、はい、まあというわけで最後のキャラクターは豚蔵くんでしたさあというわけでね皆さんいろんなキャラクター出てきましたが楽しんでいただけましたでしょうか以上実写版キャラクター制作会議でしたなんとか戦隊イエローなんとか戦隊オレンジ We are the days 面白すぎてすんません嫌な感じで笑顔がつながるライブいつの間にかハッピリケーショントイステージライブにおいでよこの面白さにトリックはありません I'm hungryでしょ。ほんまやほんまや。あこあこあこ。おいしい。おいしい。ほらこのさ、うんうんうん、焼きたて出来たて感が増すでしょ、うん。お餅がすごい柔らかくなるんですよ。わかるよね。んで、中のタレも、うん、温めることによって、うんうんうん、ちょっととろってなるんですよ。おいしいわ。おいしいでしょ。出来たてな感じ。ほんまにする。いつもねチンしていただいてます。あ私よく聞いてよかったわ。レンジ今日で十。2、3、4、5秒ぐらい結構幅広いな2、3、4、5って思うのに20秒までいっちゃちょっとやりすぎねうちら4つだけ温めてそれぐらいでしたもんねそうだね、そうだね、うんうん、さあ、というわけでねお団子いただきながら今日振り返っていきましょうか、はい、うん、そうですね今日なんかいろんなキャラクター作ったけどいっぱい出ましたなねえ、もうなんかかよこちゃんもゾウさんオンリーですか、うん、そうですかそうだぞあ、うまいやー、なんか恥ずかしいいやでもまゆさんもね、うん、時計とかめちゃめちゃ可愛いやん時計だけかああ全部可愛いかろ可愛いですもちろん可愛いですよ言わせてもうたがないやいやいやねえ、うん、いやでもいろんなキャラクター作ってきましたが、はいはいね、今度はさ、うん、建物とか例えばそうですね外に出てなんかもっと大きなものでね、うん、やってみても楽しいんじゃないかなってちょっと思いましたビル像とかね像界ありがとうツッコミ待ってたよまあそれも全部像になるのかもしれないですけどね、うん、どこまでいけるか頑張ろうかな私うっせやんさあというわけで、はい、そんな時もね皆さん楽しみにしていてください、はいはい、というわけでエンディングいってみましょうステージラジオはパラ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 ララララララファイヤー違う違うやりませんやるのまあ分からん見えへんもんねラジオいや何をやるかと言いますと、はいはい、あのパラパラ漫画を作ろうということですねお漫画そうだから紙に絵を描いて、はい、その絵をパソコンに取り込んでそれをねまあ何枚なのか何十枚なのか分かんないですけど、はいはい、それをまあ1秒間に5枚ぐらいかな、うん、の感じであのアニメーションみたいにしてパラパラ漫画を作ってみたいと思います、はい、なのでねどんなものを作ろうかとかそのストーリーとかね、はい、絵とかねちょっといろいろ考えて書いていきましょう、うんうんうん、次週までの宿題
ということで皆さんも楽しみにしていてください。今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとう。今日のトイステージラジオ、お相手はトイステージのまゆとトイステージのかやこでした。それでは来週も絶対聞いてくださいね。せーの、バイバーイ。耳と尻尾